画家の八田和成です。切り絵の作品を作ったり、切り絵によるライブドローイングを行ったり、似顔絵を描いたり、自宅アトリエで絵画教室を行ったりしております。動画では絵画や美術館を楽しむための手がかりになるようなお話をしていきます。イタリアルネッサンスと呼ばれる時代はおよそ14世紀から16世紀の200年なんですが、この200年のことをお話しするときに、だいたい前期、世紀、後期とこう3つに区切って話しされることが多いです。で、こういう場合だいたい3分の1ずつで、区切られると思うんですが、この真ん中の世紀という期間というのは1500年からおよそ30年ほどの期間なんです。で、たった30年だともう3分の1にももちろん満たないんですが、それだったらもう前期後期に分けてしまえばいいんじゃないかと思いますよね。しかしこの30年というのは、前期の方にも後期の方にも打ち込んでしまうことができないほどの、衝撃的な芸術的変革というものがありました。もう事件ですね。それは3人の天才のほぼ同時の出現でした。それはもうこのたった30年っていう年代を一つ区切らせてしまうぐらいの圧倒的な事件だったんです。で、その3人の天才というのはミケランジェロ、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ラファエロの3人です。で、本日のお話はラファエロ、このラファエロを親しみを込めてラフィーと呼ばせていただきます。そして3人の中で一番年下にあたるラフィーは21歳の時にフィレンツェへ赴き、そこでダ・ヴィンチとミケランジェロ2人の仕事を目の当たりにすることになります。で、この2人は当時ライバル関係にあり、フィレンツェ正教の壁画を共作していたんですね。しかしこれは完成には至らないまま終わったプランだったんですが、ラフィーはこの2人を見てどちらか一方を支持するのではなく、2人とものいいところを見て自分の中に吸収しました。そしてミケランジェロもダ・ヴィンチもどちらもそれぞれ個性的で素晴らしい作品なんですが、現代の我々からすると少しこう荘厳で厳しいようなイメージがあります。でもラフィーの描く作品というのはその二人のいいところを吸収しつつ、ちょっと重々しいイメージというものを取り払った軽やかな、すごく明るい仕上がりの作品が多いです。実はこのラフィーという人は37歳で亡くなった夭折の画家です。で、37歳で亡くなった画家といいますと、もう一人有名な人がいますよね。ゴッホですが、ゴッホのあの重たくて悲劇的なイメージ、そういうものは同じ夭折の画家とはいえラフィーには微塵も感じられません。仕事としても順調な画家人生だったんです。で、彼はとても明るくて社交的で、貴族や貴婦人から気に入られました。そして若くして弟子がたくさん集まるような画家人生だったんですね。そして当時こう名誉な仕事といいますと、国や教会から壁画とかの大きな作品を仕上げるという、それが名誉な仕事だったんですが、彼は駆け出しの頃からやっていた仕事も大事にしておりまして、それは個人からの肖像画の注文ですね。ですので、割と大きな作品で、手を取られている時っていうのは、ある程度のところからはもう弟子たちに任せて、個人からのそういう肖像画の注文も割と優先してやるような人だったんです。それでも権力者から愛されるような人気者の画家でした。そういうラフィーなんですが、彼は子供の頃に両親を亡くしまして、孤児として若い人生を歩んだんですが、そういう重たいイメージっていうのを彼はあまり外へ出さずに、そういう憂いを見せない、そういう人だったんですが、その人当たりの良さイコール、断れない性格という部分にも結びついておりまして、この性格がもたらした一つの悲劇的なお話がありまして、今日はそのお話をします。権力者に愛されるラフィーですが、ビビエナ枢機卿という方が私の姪と結婚しなさいという縁談を持ちかけられます。で、これは地位も名誉もいっぺんに手にする、とてもいい話なのですが、当時ラフィーには恋人がおりました。
彼女はパン屋さんの娘です。もう画家としてスター街道をまっしぐらだったラフィーですので、その恋人と結ばれるというのは、まあ、当時の時代背景としてはやはりあまりにもこう身分違いすぎて、まあ、放っておいても実ることのない恋ではありましたが、まあ、断れない性格、ラフィーは、まあ、その縁談を、まあ、承諾します。承諾するんですけれども、まあ、式をどんどん先延ばしにするんですね。気持ちはやっぱりその恋人の方にありましたので、でも断れないから話を先延ばしにするということが続きまして、そうこうしているうちにそのフィアンセ、その枢機卿の姪が病で亡くなってしまうんですね。かといってそのパン屋の娘である恋人と結ばれるということはありませんでした。そして結ばれることなく、まあ、現実から逃れるようにシャニムに画家としての仕事をこなしているうちに、まあ、過労のためもあったんだと思います。37歳でラフィーは亡くなってしまいます。ラフィーはこの恋人と思われる女性をモデルにした作品も残しております。若い夫人の肖像という作品なんですが、この作品の中の女性の腕には、ウルビーノのラファエロと文字が記されております。ウルビーノというのはラフィーが生まれた土地です。またこの絵は通称ラフォルナリーナと呼ばれております。パン屋の娘という意味ですね。このラフィー、ラファエロとフォルナリーナの2人というのは、まあ、恋愛伝説として後々語り継がれていきます。アングル、ピカソ、こういった画家がこの2人をモチーフにして作品を生んでおります。現実には結ばれなかった2人を作品の中で成就しているような、恋人として寄り添っているような作品です。画家が画家を題材にした作品を作るというのは、まあ、極めて異例なことなのですが、ともあれ絵の中でこの2人は結ばれることになりました。